予感がする。熱くて激しくて、そしてとても優しい何かが近づいてくる感じが。ずっとずっと私はこの場所で眠り続けている。夢見ることもなく、目覚めることもなく、ただあり続けている。私の中にはこの場所に封じられている災いたちのことと、自分が戦乙女であることと、そして滅んでしまった世界のかすかな記憶しかない。約束のもと、ソル・バルキリー、剣として槍として、勇者と共にアリューベから去る者を今打ち滅ぼす。行け！我が吐息、凍てつきし月の雫となる日、かの者を射抜け。私が勇気を出せばよかったんです。大好きな人にそばにいさせてほしいって、諦めない勇気を。いいですよ、私は戦うことを決めないけど、戦ってください。死ぬのだけはダメだから。力？ああ、力はいいものだぞ。戦場で振るう殺戮の力、世界そのものを震わす大自然の力、はたまた創造の力か。それもよい。さまざまなものの形を変えさしめ、ありようすら変質させる力たち、どれもこれも実に美しい。赤き光の矢よ。北条刹那だ。私の中には神がいる。ジークルーネという名の戦乙女が。また会ったな、あの時の幼子よ。我はペイオース、ヒジと予言を司る者なり。クキ連十郎、おめえさんと同じさ。そう、呪いと魔剣の力を受け継ぐものだ。夢に見るんだよ、燃え盛る炎のような真っ赤な空の下で、いつまでもいつまでも泣いてんだ。夢の中の俺は彼女を別の名前で呼びかけた。彼女の名を呼び、彼女に触れ、彼女の涙を拭ってやろうと。その声も伸ばした指も彼女には届かなかった。だから私は強くなる、強くなる。